日本が大型船舶の自動走行に成功した結果、韓国さんが何やら意味のわからないことを言い始めているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。世界で初めて完全自律運行に成功。コンテナを積んで航路 298km を移動。船事故 62%、 人のミスで発生。保険料など運用費の効率化に期待。2025年から商業運航を本格開始。日本最大の海運会社三井 OSK ラインが先月24日世界で初めてコンテナ船の自主運航に成功した。同社の沿岸航路用 194TEU1TEU は6メートル、長さコンテナ1個。旧コンテナ船の御影は福井県敦賀港を出港し、鳥取県の境港まで298キロの航路を一人の船員も乗せることなく成功裏に運航した。出港から運航、目的地到着後、停泊まで船が自ら全ての段階を遂行し、世界で初めて貨物船の完全自立運航に成功した。今月7日には 204TEU 級コンテナ船スザクが日本本州の南東側、東京湾と本州中央部伊勢湾の間の約380キロの航路で試験運航を始めた。この海域は伝統的に海上交通量の多い海域だ。日本はこの5年間完全自立運航貨物船の開発や運用に拍車をかけている。遅くとも25年からは完全自立運航貨物船の商業運航が始まるものと見える。自立運航船舶4段階最終段階進入。自立運航船舶は人の助けを借りずに自ら気象状況や周辺の船舶、岩礁のような海上障害物や脅威を把握して運航する船舶だ。国際海事機関 IMO はこのような自立運航船舶の自立化等級を4段階に分けている。1段階は船員の意思決定を支援する水準。2段階は遠隔制御は可能だが船員の乗船が必要な水準。3段階は船員の乗船なしに遠隔制御が可能な水準。最後の4段階は完全自立運航の段階だ。それでは韓国さんの反応です。日本の技術は信頼できないな。日本は溶接ができなくても自動運転はできるんだよ。犬が笑うね。人が乗り込んでも沈没するくせに。日本はまず先に船をまともに作れと言え。手動で運航する理由は万一の事態に備えるためである。それで日本の船は世界の海で一番事故を起こします。一つや二つでもないため全世界の人々の心配事が日本産の事故や沈没、火災で海洋汚染を起こすことだ。なぜ日本の造船受注実績が低調なのか。全世界で滅びつつある日本の造船業を称えるメディアが韓国にある。日本は LNG 船は作れないし、バルク船も海の真ん中で真っ二つに割れる船を作り、本当にゴミのような会社なのに。ということで韓国さんって本当に頭悪い人しかいないのかなって感じがしちゃいます。韓国の船なんて故障が多い上にその故障の原因すら特定できないことばかりで、日本の船を批判しているのは本当に滑稽ですよね。韓国さんって日本のことばかり気になって自国のことを全く分かってない人が多い気がするのは気のせいでしょうか。韓国さんのコメントの全てが特大ブーメランなんですが、相変わらず勘違いがひどいというか無知というか、つくづく救いようがないあれなんだなって感じです。韓国さんは船よりもまずは燃えない車を作れるようになった方がいいんじゃないですか。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。